とスーパーロボット対戦 Z を実況プレイパート11やっていきたいと思いますと。さあ、この6回から第8話ということでね、進めていきたいと思いますが、なんかね、期待めちゃくちゃ増えましたね。強化できるならちょっと、今日はなるべく、早めにね、強化しておきたい気がしてる。運動性かな、運動性とかこの辺は重視したいな。いい感じで。スクリューモジュール。この海、多分宇宙だよね。まあ、とりあえずやっていこう。ガンダム系の機体がめちゃくちゃあるってことは、多分合流して、なんかドンパチするのかな。どうしたマイオ、携帯落としちゃった。俺が取ってくる。お前は先に行くんだ。うん、お兄ちゃん。どうしてオーブが戦場になるんだよ。急がなきゃ。マイオの携帯を拾って父さんたちと合流して。あった。あれか。それでね、妹さん死んじゃったんだ。起きたか。ねえ、時刻は。ブリーフィング開始10分前だ。問題はない。そうか。ごめん。レイの髪の邪魔しちゃったみたいだな。また夢を見たのか。オーブにいた時のことを。忘れようとして忘れられるものじゃないさ。行くぞ。ブリーフィングが始まる。ああ。いればブリーフィングルーム。すでに外力でいいのかな、通達したが、デブリ隊の輸入セブンが基地へ向けて移動を開始している。しかしなぜそんなことに。あれは100年の単位で安定軌道にあると言われていたはずなのに。それについては調査中だ。隕石の衝突等の要因が検討されている。人為的な力が働いたことも十分に考えられる。誰かがあれを地球に落とそうとしていると。現時点では憶測に過ぎません。落ちたらどうなるんだ。オーブ、いや地球は。直接的な落下の被害に加えて、二次被害も相当なものが予想されます。陸地に落ちれば粉塵による様々な障害、海に落ちれば周辺の津波等。随分詳しいのね。もしかして君、学習の卵。我々の世界でも、同程度の規模のスペースコロニーが地上に落下したことがあるのだ。それも、人の手によってな。そんなことが私たちの世界で起こるというのか。鬱陶しいんだよ。そうやってギャーギャー騒ぐだけでさ。やめろ、シン。今はブリーフィング中だ。わかってるよ。あれだけの質量のものです。姫のご心配ももっともなことです。原因の究明や回避手段の模索に、今プラントも全力を挙げています。またもやのアクシデントで、姫には大変申し訳ないのですが、私は、このミネルヴァにも、ユニスセブンに向かうように匿名を出しました。幸い、位置も近いもので、姫にもどうかそれをご了承いただきたいと。無論だ。これは私たちにとっても、いや、むしろこちらにとっての重大事だぞ。私にも何かできることがあるのなら、お気持ちはわかりますが、どうか落ち着いてください、姫。お力をお借りしたいことがあれば、こちらからも申し上げます。しかし、一体どれで落下する輸入ステップを飛べるんだ。砕くしかない。軌道の変更など不可能だ。衝突を回避したいのなら、それしかないだろう。でもでかいぜ、あれ。ほぼ半分に割れてるって言っても、最長部は8キロはある。そんなもんどうやって砕くの？静かにしろ。すでにプラント本国からも、そのための部隊が動いている。例の言う通り、それしか方法がない以上そうするだけです。そして今回の作戦には、アーガマのクルーも協力を申し出てくれました。あの人たちが、異世界の人たちが、俺たちに手を貸すのか。ご協力に感謝いたします、ブライト艦長。この世界の争いについて、我々は積極的に関与する気はありませんが、今回は別です。事故であれ、恋であれ、コロニーが地球に落ちるのを、
異世界の地球といえど見過ごすことはできません。状況が確認できない以上、戦力は大いに越したことはない。我々もできる限りの協力はさせてもらおう。地球の連合軍の協力は得られないのですか？確かに地球側とプラントは現在表立っての戦闘は行われていませんが、お話しした通り地球側と目される部隊がこちらの新型機を強奪した以上、再戦は時間の問題と言えます。協力は期待できんが、彼らとてで自らの頭上に危機が迫っているんだ。何らかの手は打ってくるだろう。連携は取れないにしても戦力にはなってくれるということですね。どうしたカミーユ？いえ、もしコロニーの落下が人為的であれば、それをやっているのは、すでに本国からジュール隊が小惑星破砕装置メテオブレーカーを用意し先行しています。我々も速やかに彼らと合流し、ユニス7破砕作業に協力します。パイロットは15分後にガンルームに集合。作戦要望の詳細をそこで通達する。諸君、聞いての通り、今地球には未曽有の危機が迫っている。それを取り除くために各員の検討に期待させてもらおう。では解散。各員はそれぞれの持ち場につけ。どうしたのカミーユ？さっきから浮かない顔して。何でもありませんよ。コロニーの落下が人為的だった場合、その犯人を考えてたんだろう。クワトロ隊、コロニーを地球に落とすのはスペースノイドの所業だ。つまりこの世界のスペースノイド、コーディネーターの可能性が高いと。現時点では推測に過ぎ、だが我々はこの世界の人間に比べればあれについての予備知識は多少ある。だからこそ彼らの見えないもの、その背景や影響までもが見えるのだろう。タイもこのミネルヴァの空気が軽いと。コロニー落としのリアリティがない以上、仕方あるまい。今余計なことは考えなくていい。君にはレマ注意とレコア勝利と編隊を組んでもらう。二人も出撃するんですか？さっきも言った通りだ。戦力は多ければ良い方がいい。エマ注意も同意してくれている。でもレコア勝利ならやれるさ。私が保証してもいい。タイの言う通りよカミーユ。私だってパイロットとしての訓練は受けているのだから。わかりました。でも無茶はしないでください。ありがとう神、優しいのねカミーユ。そんなんじゃないですよ。しかし本当にできるのかね、輸入セブンを砕くのなんて。それにあそこにはまだ死んだ人たちの遺体もたくさんあるのに。だが衝突すれば地球は壊滅する。そうなれば何も残らないぞ、そこに生きるものは。下手すりゃ地球滅亡？ああ、ま、それもしょうがないっちゃしょうがないかな。そうね。不可抗力だろ。変なごたごとも綺麗になくなって案外楽かも、俺たちプラントには。よくそんなことが言えるな。お前たちは、しょうがないだと。案外楽だと。代表。これがどんな事態か、地球がどうなるか、どれだけの人間が死ぬことになるか、本当に分かって言ってるのかお前たちは。すいません。やはりそういう考えなのか、お前たちザフトは。あれだけの戦争をして、あれだけの思いをして、やっとデュランデル議長の姿勢のもとで変わったんじゃなかったのか。よせよ、かかり。別に本気で言ったわけじゃないさ、ヨーランも。そんくらいのことも分かんないのかよ、あんたは。なんだと？チン、言葉には気をつけろ。ああ、そうでしたね。この人、偉いんでした。オーブの代表でしたもんね。なんだよ、異星人。異世界人。俺たちに何か用か？言いたいことがあるならはっきり言えよ。それとも、そっちの世界じゃそういう態度がマナーなのかよ。どこの世界も同じだ。何？目の前に大事が迫っているのに、つまらない争いをして、それが何になるって言うんだ。つまらないってどういうことだよ。もうやめろ。彼の言う通りだ。オーブにいるあんたや、別の世界の人間に俺のことをどうこう言われたくない。やめなよ、シン。実際アセランさんには、この前の戦闘でも助けられたんだし。今の俺は、アレックス・ディノだ。こういう男なんだよ、この人は。名前を変えて、オーブに引きこもって、
何も分かってないんだ。俺のことはいい。だが、オーブと代表に対しての暴言は目に余るものがある。君はオーブ出身だと聞くが、何か理由があるのか。くだらない理由であれば、こちらとしても相応の対応させ、考えさせてもらう。くだらない?くだらないなんて言わせるか?俺の家族は、アスハに殺されたんだ!え?国を信じて、あんたたちの理想とかってのを信じて、そして最後の最後に、おのごろで殺された。だから、俺はあんたたちを信じない。オーブなんて国も信じない。そんなあんたたちが言う綺麗事を信じない。オーブの制御を貫くって言って、それで連合に攻め込まれて、あんたたちだって、あの時、自分たちのその言葉で誰かが死ぬことになるのか、ちゃんと考えたのかよ。何も分かってないような奴が、分かったようなこと言わないでほしいね。シーン。シーンの中では、あの日のこと、前の戦争でオーブが陥落した日のことはまだ終わっていない。あいつ、かがり、部屋に戻る。おくろ、今は一人にしてくれ。聞いたね。すいません、アスランさん。シンもその、いや、いいんだ。君は出撃しないのか。俺はパイロットではありません。そうか。かなりの腕を持っていると見たのは、私の、メガネ違いだったようだな、っていうのかな。あのシンという少年の言うことも一理ある。え?理想を唱えるよりも、体を動かすことが必要な時もある。一見遠回りに見えるが、そうでもないさ。失礼します。名を捨ててまでなすべきことか。すまないクワトロ隊。彼へは、私が言葉をかけるべきだったのだがな。オーブの彼とは知り合いで。彼は、この世界のために戦ってくれる、人間だよ。私はそれくらいには彼を買っている。しかし議長、あなたまで現場に出られるとは。グラディス艦長はいい顔はしないが、そうしようと思っている。隊、異世界から来たあなた方を危険に巻き込んでしまい、心苦しく思っている。この件が片付いたら、あなた方のいた世界のことをゆっくりと聞きたいな。デュランドル議長、そろそろブリッジへ。わかってよ、タリア。では、隊、期待させてもらう。デュランドル議長とグラディス艦長。あの二人、男と女か。何事?緊急事態発生。ジュール隊のボルテールより入電。輸入セブンにて、ボルテールは何者かの襲撃を受けているとのことです。では、やはり輸入セブンは人の手によって。ならば、なおさらあれを地球に落とすわけにはいかん。急ぐぞ、タリア。さて。バトル開始だ。とはいえ、我がジュール隊が一瞬で壊滅させられるとは、イザークじゃん。どうなってるイザーク?こいつら何者だ?周辺にフレアモーターが設置されているのを確認した。おそらくこの連中が輸入セブンを落下させようとしている奴らだ。だがよ、こいつらはジンを使っているし、動きを見る限り。そうだ、テロリストどもは、俺たちと同じコーディネーターだ。だが、こいつらは見逃すわけにはいかん。しかしどうする?こっちはメテオブレーカーの設置が目的でろくな武装は積んじゃいないぞ。待て、ティアッカ。ミネルバが来た。お。ジュール隊長。こちらはミネルバのダリア・グラディスです。あの艦長。イザークか。賊の相手は我々が引き受けます。その間に、メテオブレーカーの設置を。了解した。貴殿の健闘を祈る。ここは交代するぞ、ティアッカ。了解だ。頼むぜ、ミネルバのルーキーズ。ジンってことは、輸入セブンを落とそうとしてる奴らは、コーディネーター、というより、ザフトに所属していた人間だろう。でもどうしてこんなことに、全対戦の傷跡は未だ言えんか。彼らの正体を確認するのは後です。まずはジュール隊とメテオブレーカーの防衛を優先します。本艦をここで固定し、最終防衛ラインとなります。このラインを突破されたら、破砕工作を行っているジュール隊が攻撃されます。各機は敵機の突破を阻み、速やかにテロリストの撃破を。やれますか、エマさん。初めてのモビルスーツで。大丈夫、カミーユ。
基本は GM 系なんだから、心配はらないわ。それよりそっちこそ戦えるの？シンってこと喧嘩してたみたいだけど。それほどストレスは溜めていませんよ。あいつの気持ちもわからなくはなかったですし。もしかしたらあなたたち、いい友達になれるかもね。似た者同士みたいだし。そういう冗談、好きじゃありません。カミーユ、ブリーフィングが終わったなら、行くぞ。はい。この位置、下手をすれば地球の重力に引っ張られる可能性がある。場合によっては例の装備を使うぞ。わかりました。カッキー、攻撃開始。自分たちの地球を守るつもりで戦えよ。6ターン以内。なるほど。ジン、ハイマニューバー、2機を全機撃墜。でも6ターン以内っていうのがあって、で、何？突破されてダメだから、下手すると、なんだろうね、倒しすぎると、もしかすると、SR 取っちゃうかもしれないな。まあ、いっか。ビッグティアスの移動力高いんだ。メガ粒子砲。行くぞ。今からちょっとかっこいいじゃないか。損傷チェック。無限消波。カタパルトは使います。モビルスーツ。距離4500。メガ粒子砲、撃て！鉄槌を下さねばならんのだ、ナチュラルどもに。あえる。あれ、こいつら元ザフトなの？だったら何のためにこんなことを。戦争を後にしろ、ルナ・マリア。だけどね、俺はこいつらを、人の命を奪うこいつらを許せない。シン、お前の気持ちは理解している。だからこそ俺たちはやらねばならん。相手が誰でもな。分かったよ、レイ。今は落下の阻止だけを考える。やったれい！飛んできたぞ。そう簡単にやらせはしない。ほんと。ここまで来たのだ。やられてたまるか。ユニウスセブンもろとも塵となれ。ここから先に行けると思うな。めっちゃやってくるね。この中域に所属不明艦 2隻が接近中。艦長、片方はアレクサンドリアです。なんだと。え、こっち側。艦長、ブラックとボギーバンが一緒に現れました。お着きなさい。アーサー、こちらもアーガモンと協力している以上想定される事態よ。グラディス艦長、彼らは我々を支援するために来たのか。わかりません。
あのボギー版は明らかに我々の敵ですが、そのバックについては確認できていません。連合に関係するのはほぼ確定でしょうが。でもこの状況下では、彼らも仕掛けては、来てますね。仕掛けてきた！どういうことなの？彼らは輸入セブンが落ちてもいいというの？これでいいのでしょうか、大佐。上からの命令じゃ仕方ない。それより、この光景を撮影するのを忘れるなよ。はあ。ですが、あのザフトの新型艦は輸入セブンの落下を阻止しようとしているようですが、地球を破壊しようとするものとそれを阻止しようとするもの。だが、どちらもコーディネーターなどは変わらない。我々は奴らを仕留めて、動かぬ証拠を持ち帰ればいい。気が進まん任務ですよ、正直言って。そういうわけの巨人。俺たちは両方の相手をするぞ。了解した。我々と機関は協力体制にあり、ユグコには英語もいる以上、異論はない。しかし、とんでもないことを考えるものぜ、こっちの人間は。地球の大半を犠牲にしてでも、あのコーディネーターってのを叩く理由を作るとはね。事情はどうでもいい。だが戻れない可能性もある以上、連合とやらに箇所を作っておく必要もある。気に病む必要はない。どうせあの地球は俺たちの世界の地球じゃないんだ。それよりいい機会だ。これで、ここで英語を叩き潰してやるぜ。ジェリド。器用のはいいけど、この戦場の空気、読み間違えるな。どういうことだ？うまく言えないけど何かが起こる。宇宙でやってれば、そう、こういう感が働くことがあるんだ。了解した。お前に教わった戦い方で、このマサレ、使いこなしてみせる。期待させてもらうよ。いい男になってくれれば、もたれかかって酒が飲めるってもんだ。艦長、国際救難チャンネルで彼らに呼びかけても、応答はありません。状況は我々に不利だ。この光景を少し加工すれば、まるでザフトが落下の工作をしているように見え取られる。では、やむを得ん。オギーワンを迎撃する。頼めるか、ブライト艦長。向こうにティターンズがついた以上、戦いを避けることはできそうにありません。ティターンズ、ここまで独占を持ち込むなんて。見ての通りだ、今注意。連中のエグはこんな状況でも、自らの敵を潰すこと一点に注がれている。そのためなら、彼らは地球さえも犠牲にするだろう。あれは、自分たちとは無関係だとしたな。クソ。別の世界の人間が、俺たちの世界をめちゃくちゃにする手助けをするなんて。俺たちはそうさせないために戦っている。どうだろうな。内心では適当にやろうと考えてるんじゃないのか。お前！やめろ、シン。今は作戦行動中だ。ああ。あんな連中と好きさせちゃ、また戦争が起きる。俺はそんなこと絶対にさせやしない。各機、我々の目的はあくまでコロニー落下のロス阻止だ。テロリストを叩けば発生作業が完遂される。そうなれば、連合とティタンズも退くだろう。つまり、我々の攻撃対象はテロリストか。的確な判断だ。我々もそれに従おう。あのクワトロ隊行った人、大人の男って感じね。ちょっと怖いけど。レイ、ルナ、よそ者の手なんか借りる必要はない。俺たちで奴ら叩くぞ。ほんで、あくまでもこっちの連中叩けばいいってことなんだよね。ただ6体のマップクリアだから、ここ SR 取っちゃいそうだな。なんかこう、うまいこと一気に残す的な感じでしょ。近場にいるやつからしっかり処理しておきたいな。やりすぎるとそっか。こいつらも、こっち倒しちゃうのか。接近して、ちょっと近い連中は、ね、潰しておきたいですね。モビルスーツ、距離4500。我らの悲願は！当てれてねえし。当たったー！我らの悲願は！
わかりました。異形成に参ります。わからんねー、こんな残り方する？親父のデータ通りだ。いけるぞ。我らの悲願は、置いて、あ、間違えた。行くとしたらどこいや。陣形組んでやってきてる。あってくるね。しかし恐ろしいな。多大な生贄を差し出してでもコーディネーターを打つ理由を作るとは。ついていけんよ、あの連中の考えには。だが俺は軍人だ。与えられた任務は果たすしかないんだな。というわけでやらせてもらうぞ。当たんねえし。艦長、付属不明艦と機動兵器軍がこの中域に接近しています。また荒れて、証拠を急いで。これは？え？え？そっちも来んの？あれは？各地で確認されてる異星人か。あの土人形みたいなやつは異星人の母艦みたいよ。ベガ星連合軍までやがる。この世界にグレンダイサーも飛ばされた以上、奴らがいても不思議じゃないってわけかよ。面倒な時に面倒な連中が。何をあいつら、やはり見境なしか。なんとかパーティーに間に合ったようだな。ブッチャー様、今回の彼のものはどうなさいます？当然全部と言いたいところだが、この岩の塊が地球に落ちた方が面白い。よって獲物はあっちの2隻の白っぽい船とこっちの2隻の黒っぽい船とその仲間だ。ぐい、ブッチャー。よし、バンドック、攻撃開始だ。火器気をつけろ。異星人の目される機体はこちらに仕掛けてくるぞ。チッ、手当たり次第とはどういう戦略だそりゃ。ザースのパイロット、異星人を俺たちが引き受ける。君たちは工作隊の迎撃を。そっちの指図は受けないって言ったはずだ。いい加減にしろ。今はあれを地球を落とさないことが一番大事なことだろう。そっちは異星人との戦いが未経験な以上、俺たちが引き受けるのが最善だと言っているんだ。だけど、文句なら後でいくらでも聞いてやる。今は目の前の敵に集中しろ。ああ。英語のパイロット、チーム納得したようだ。そちらの指示に従おう。分かってくれたのか。そっちも本気であいつの落下を阻止しようとしてるみたいだからな。変な風に疑って悪かったよ。気にしていない。トロリ、今はあれを止めることだ。名前、聞かせてくれ。神湯美談だ。俺は新アスカだ。頼りにさせてもらう、カミーユ。お互いにな、シン。割と単純なのよね、シンって。意地っ張りだけど、根は素直ね。あの子もカミーユも。かっけ、我々の最先目的は輸入セブンの落下阻止です。よって、攻撃の第一目標は、テロリストの高機動型ジンです。それを忘れないように。了解。わざわざバンドまで出向いたのだ。楽しませてくれよ、地球人。